ナンバー争いもやばいよな。すごいよ。カムヤとランがバチってるやん。ランさんに勝てそう。いや、勝てんじゃない。争いって楽しい。争いって楽しい。争える。圧倒的を目の前にすると倒したくなるもんですね、人間って。なんで全部持ってこなかったの。お疲れや。すごいな、締め日も結構すごいことになってるやん。いや、めちゃめちゃやばいな。ナンバー争いもやばいよな。すごいよ。トムヤとランがバチってるやん。分かんない。一応今日お互い2人とも話したからさ、はい、どっちも取る気やったからめっちゃいい締め日や。トムヤ、あ、ランさんに勝てそう。いや、勝てんじゃない。9月にラン君に勝てんかったら、1000万いかんかったら今年いっぱいでホスト辞めると。今月だけは絶対ラン君に勝ちたい。どうしてもラン君にギャフンって言わせたい。で、ラン君にフーヤ君すごいねって言われたい。確かに。あんまそういうの言わへんもんな。あ、ランさん、はい、今のところナンバーどんな感じですか。1位取れそうですか。なんで、まあ、一応全力ではやってるんで、フーヤ君がどれくらいいくかなぐらい。まあでも楽しいです。争いって楽しい。争いって楽しい。争える人もできたので楽しいです。なんで頑張って勝てるようにやります。何かな。何。何。そんな。そんな。珍しく締め日でなんかやってんなじゃねえんだよ。タコ島さん。横島さんで、ね、普通で今日来れない。もうこっちは花粉症で薬で飲んで酒飲んでんだって。やっぱ相手が強ければ強いほど倒したいんで。やっぱ圧倒的を目の前にすると倒したくなるもんですね、人間に。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。なんか姫とね、じゃんけんして、ま、僕が負けたらシャンパンを本当は置かなかったんですけど、はい、僕が負けて最初あら最初負けて、何してんねん。大金さん、なんか4人かかりでやっても倒せなくて。今度このお姫、じゃんけんめっちゃ強いですね。今から後でフーヤもじゃんけんしてみてください。勝ったらもう一本。大金さんのお姫、また頑張り直すらしいんで、皆さんなんかたくさんついてた。嬉しくなるね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Oh!
てはならない存在にもっとさせるんで、多分どうしたんですか。おー、ありがとう、よいしょ。今月が一番戦う、戦う、戦うってことか。俺も報告するわ。まず今立て日中やけど、事務所のイベントもあった。1000人ぐらいのの一番上のリーグでちゃんと優勝しました。ノーパスもらえる。本当にもらえるんですね。最後あの45万差の差し込みを3秒で行ってまくった。立て日今半分折り返しかな。今日4日目が終わったから、はい、あで、なんか、ゴールド部門で6位やわ。取ったかな。でも大変、うん、でちなみに、今日なんか所属事務所のなんかイベントもなんか重複してて、で、それはさっき最後の決勝戦みたいなのがあって、はい、優勝しようと。うわすごい。あの修二も今出てるイベントの一番上の部分。修二も今頑張ろうとしてる。そうですよね。でも今日もちょっと配信してて、すごい時代だ。修二さんも。だってあの今日締め切りプラスちょっと配信を30分だけやらせてほしいみたいな感じ。あ、そうです。やってすぐ戻ってくる。すごい。すごい時代だわ。修二はいいよ。修二さん今日なんかあるんじゃない？修二ないです。大丈夫です。今日やめてよ。配信やってましたよね今日。配信やってたね。配信も今日締め日で最後までやったけど、きつかったけど、まあ4ヶ月、まあ、ほぼ毎日やって、すごい途中集大成できたから、そう、まあ、あとはホスト、まあ、先月ねナンバー4だったから、まあ、全員合わせてね、まあ、今月も食っていきたいんだけど、やっぱそんな甘い世界じゃないから、まあ、悔しいけどね。プレイヤーにも戻って4ヶ月だけど、30歳でもね、悔しい気持ちがなくなってないのがいいよね。男はやっぱ戦わなきゃダメだね。負けたくないとかあるんですか？負けたくない、毎日思うけどね、やっぱ。送りもそうだし、ね。指名もそうだけど、毎日やっぱラストを取りたいけどさ。前進んでやるしかないよね。人生はマラソンだってか言うじゃん。だけどなんか一日一日全力じゃないとさ、ね、毎日 100m 走全力で走ってるみたいな、ね、長いからってね気抜いちゃダメだよ。一日全力でやんないと。まだ足りてません、僕努力不足です。はい、口だけは達者だから。まあ、とりあえず配信が回るわ。配信とちょっともそうだけど、まあ、とりあえず俺はあと5日残ってるから、まあ、とりあえず走り切る。でもちょっと長いですね。まあ正直その今の取り組みをさ分かってもらおうとはさ思ったらあかんやん。その中でもちょっと締め日だけはちょっと顔出したかった。もうこんな俺ノーセット初めてやん。いやもうそうですよ。じゃあもうほんまに、もうほんまにそれでもちょっと顔出すべきやわ。ほんま来たらちょっとしか応援に見届けられんから、ちょっと後でナンバーは送ってほしい。わかりました。どれだけ見た感じが雰囲気最高。だって上下階のどっちも、あ、そうです。だから今解放した状態で真ん中やろ、はい、あとはもう落ち着いてちゃんとその締め日を取ること OK。 はい、わかりました。じゃあ頼んだぞ。はい。ありがとうございます。今日もみんな飲んでいこう。よいしょ。
シャンパン、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてあー素晴らしい。いやね、ただあの値段調整をね直前に言われると本当に困っちゃうんで、お互いのね意見も一致してないし、ちゃんとこれからはね一致させた上で相談してください。でもね、これで達成した達成した、素晴らしい。で目標達成ってことでね、また来月からね、多分昇格して、もっと大変になってくると思うんですけど、これからも一番そばで支えてあげてください。今日は素敵なシャンパンありがとうございました。よっしゃー、間違え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 ー、はい、まずありがとうございます。え、僕は初めてのエスタコールをキミがしてくれて、すごい嬉しいし、まあ、急に言ってねこうやってやってくれるのはすごい嬉しいです。で、いろんな人にね迷惑をかけてるんで、ちゃんと看護師さんに昇格、あとちょっと頼んだらできるんで、これからはね人間性、ホストというより人間性磨いていこうかなと思うんで、あとお腹もへこますんで、この間 YouTube ね、デブばっかり切り抜かれてたんで、多分見たら怒ると思うんで見ない方がいいと思うんで、今月合同になって、一発目でこうやって、自分の中で、まあ、一番いい月を過ごせたかなと思うんで、来月からも継続して、この何人か分からへんけどいっぱいねいる中で、アナーキーをね僕も、頑張って前で引っ張っていけるようにするんで、これからも僕に足らないところは、支えてもらえれば、助かります。本当に今日素敵なシャンパンありがとうございます。よいしょ、ジャクソン1に今まで出会った男性で一番かっこいいって言われてた。そりゃそうよ。俺がお前の顔だったら1000万売れるって言い続けられた5年間だったんで、いろんな先輩とかにやっと叶うかなっていう。お願いします、どうぞ。まあまあ、とりあえず、とりあえず。いやいや、それはさすがに僕制御しますか。一線乗らないよ。楽しみだ人みんないますか、大丈夫ですか。はい、
俺関係ねえやシュメビーって思ってる人はぜひ楽しめる位置まで来てください。めっちゃ楽しいですシュメビー。男なんだから一生懸命の人生負けずに。声聞きたいな。一瞬いいですか？何ですか？一瞬いいですか？ああそういう感じ？聞いてきて、はい、なんかどうですか締め日の雰囲気とか？なんか思ったより自分が思ってたよりレベルがもちろん合併所有系っていうのもあって高いんで、まあ、すごい締め日今僕締め日だなって思って楽しい締め日を送らさせていただいてるんで、ちょっと楽しみですね。もうドキドキワクワクしてるっす。だから雰囲気の違いとかありますか？まあそうですね、まあ、システムの違いとか何時に入れるとかそういうのも違うんでちょっとそこでてんやわんやしてる部分はありますけど、まあなんかやっぱどこのお店も締め日はギラギラするもんですねっていうところに関しては違いはないのかなって気がします。だからナンバーとか狙ってます。もちろんもらえました。少しでも上を頂点が見えないにしても自分が思ってる1個上、そのまた1個上ぐらいは目指したいなっては思ってます。見ろよ光る。ごちそうさまでした。目が一瞬で苦しそう。すげー初めてやるこれ。まだまだあるぜ。いやったいやったあれナンバーワンですよ。ナンバーワンです。まだまだあるまだまだこれまだあるよまだあるよいっぱいあるよ。ラストでよいしょ。まずはちょっと素敵なネクレのありがとうございます。どうですか？そうですよね。めちゃくちゃすごいことなんです。本当に我々ホストにとって、すごくこう価値のあるもので、そうなんだって顔してます。めちゃくちゃすごいことなんです。で、まあ今多分、グーヤはとてつもない、アドレナリンが出てる。と思います。とてつもない、はい、もうこれはもう本当やった人にしか分からないこの高揚感っていうものがあるんで、これをさせてくださった姫、本当すごいなと思います。ありがとうございます。本当に本気で、1ヶ月、頑張ってきた、グーヤを見てたんでね、こういう形で、締めくくれて本当に良かったなと思いますし、僕はね、グーヤと本当に一緒に働きたくて熱烈アプローチをし続けて、やっと仲間に、なれて、でこうやって一緒に働いてこれて、フーヤがこういうふうにやってくれて僕はすごい救われた気持ちになったし、フーヤもね、多分見てみたかった景色だと思うんだよね、だから本当に見れてよかったなと。めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。今日はセアレクイエムありがとうございます。よいしょい。バースデー好きで、まあ、見てる中で本当にすごい頑張ってきて、まあ、それは僕もすごい目に見えたので、まあ、こうやってなんていうんですかね、まあ、ライバルな感じで本当にバチバチに別にやり合いたいと思って、まあ、それをやっぱできるのはやっぱり姫がいてくれるおかげでもあるので、まあ、本当に僕は嬉しいなというふうにありがとうございます。まあ、今月まだ分かんないけど、まあ、一緒に戦えるくらいね、強い風也君が、まあ、僕は一緒にいてくれて嬉しくて、本当に最高の、レクエルありがとうございます。これからも風也君よろしくお願いします。よいしょよいしょ
まずありがとうございます。ありがとう。いやポスト5年間やってきて、今までいろんな上の人たち後輩から言われてきたんですよ。僕、お前の顔あったら俺なら1000万うるせえなプスって思ってたんですよ。確かに。俺よりかっこよくないのにそんなこと言われても分からんやん、イケメンの気持ちブスは。ブスは押し込まないで。違う1個だけは誰かに言ったことないから。お前に言われてくれ。あ、俺今まで自分よりも尊敬できる人ってあんまり出会ったことがなくて、それこそもうお姫が初めて、全てのランクが僕より上だった。僕も結構頭いいしビジュアルもいいし実家も太いし多分人間として僕は最高峰だと思ってたのに、それを超えるジームスと出会って、でそれで今日こうやって横でね、こんな素敵な景色見せていただいて、いやいい1ヶ月だったなと思います。本当に、まあ、でもまだなんか分かんないんでね、ランクが多分今ヒヤヒヤしてるんで焦ってんじゃないのランク。笑ってます。笑ってる。、あの笑顔はどっちなのかこの後分かるんで楽しみに待ってます。以上です。よいしょ。よし、行くか。ナンバー発表。そうです。うわー、きつい、マジで。え、初めてですか？初めてやります。これより、9月のナンバー発表をさせていただきたいと思います。エレクトンプ3の発表に行きたいと思います。9月のエレクトンナンバー3。はい、いろんな人の気持ちを考えながら喋ろうと思うと言葉がなかなか出てこないですけど、
まあ、僕ね、その世代表として思うのは、やっぱりこれだけのレベルの高い戦いをね、授業に見せてくださるっていうことは、本当に嬉しく思いますし、本当にいろんな思いがある中でのこの1ヶ月戦ってきて、で普段仲いい2人がね、締め日のこの時間まで、どっちが勝つかわからない、やっぱこれがやっぱホストクラブの醍醐味だと思いますし、これを傍観者として見てるうちは、多分成長しないんだろうなって思うし、やっぱ本当にあそこになりたいって、本当にああいう風になりたいって、本気で思ってほしいなって、でそういう瞬間を見せてくれる人間がいる、店舗になったっていうことは、ナイキとしてはめちゃくちゃ素晴らしいことで、指越えて見てるんじゃなくて、そこにしっかりと参戦してね、あいつは食ってやろうって思うぐらい、本気でこの2人に勝ちに行く人間が出てきたら、やっぱめちゃくちゃ嬉しいなと思うし、そういうものを今日見せてくれた日になったと思います。はい、そして新生アナーキーとして、モンキーで戦っていくっていう中の一発目の、締め日に、ふさわしい締めだと思います。本当におめでとうございます。素敵なレクエガレソーよいしょ、いやーよろしくお願いします。さすおめでとうございます。あんま僕人生で悔しいって思わないんですけど、悔しいな、えぐいって本当に、何を言ったらいいんだろう。でも本当にこの5年間で僕初めてナンバーワンを取りたくて狙いに行って、今月ランクに絶対勝ちたくて1ヶ月頑張ったんですけど、でも強かったな、ランクのやつは勝ちたかった。でもホストってないですから、まずゼロスターさんで本当合併初日に1000万オーバーの争いができる天候になったってことが、やっぱ僕はアナーキー入った時からすごい夢で、やっぱ一流店行こうかなとか考えた時もあったけど、アナーキーを一流店にしたい、この店で歌舞伎の漫画を持っていきたいってずっと代表と言ってやってきて、それの第一歩が今日なのかなって思うと、僕はすごい悔しいけど、お店のこととかこの姿見てくれた後輩とかのこと考えたら、すごいプラスな日だったなって思えるんで、よくはないけど、負けてよくはないけど、まあ、次は勝つんで、いや悔しいんだけどなんで負けた、僕の頑張りは足らなかったな、もうちょっと頑張ります、これからもアナキにさせてください。よいしょ、よいしょ、さすがさ、決めるポリスマン、姫レクイエム、ありがとうございます。ありがとうございます。レクイエム、本当に戦ってくれてありがとうございます。お願いします。いや本当にマジでビビったですね。本当に買うものが、じゃあもうワンセット頼んでたりとか、そういうのも積み重ねの本当ビビったさで多分勝ってるぐらいのレベルなので、それぐらいことを追い詰められたんで、やっぱ風役の前では、まあ、強がってるけど、まあ、僕も、ね、まあ、結構メンタル来るときは来るんで、まあ、そんな中でもやっぱり壁として立ちはだからなきゃいけないときに今月を待ってたんで、それで姫にもお願いしたし、これが多分風役の本当に多分めちゃくちゃ悔しいと思うんですけど、逆の立場だったら立ち直れないぐらい悔しいと思うんですけど、それを糧にしてもらいたいぐらい、やっぱり風役にもっと本気でホストをやってほしいから、もう無理やり勝ちに行ったみたいな感じなんで、その気持ちを分かってくれると嬉しいなと思います。なのでね、これからもライバルの一人として意識してるんで、
本日ラストを迎えますのは9月のナンバーワン V6 達成九条ランプ主任です。はい、もうここでこの DJ ブースでナンバー発表するの初めてだったんで、しかもちょっと 特殊な感じだったんで、マジで緊張したっす、痩せたっす。操作性違う？操作性だけで言うなら多分こっちの方が初めての人でもやりやすいと思うんですけど、まだ慣れてないんでね。はい、カリスマになる、いや DJ のカリスマになってる場合じゃねえな。全言撤回で、はい、どうもお疲れ様でした。あっという間だったな、マジで。バケモンすぎるね。バケモンすぎる、やばいね。すごいすごいわ。いいですね。よりまたあれじゃないですか、いいお店に近づいたんじゃないですかね。すごいです。俺なんでもするよ。チャドです。マネーカウンターって診察対応してないんだっけ。せえな、マネーカウンター買う金でんだよ。山田の給料が高すぎて、俺山田の給料高すぎてマジ買えない。聞いていい？致し方ないですね。これでお店がよりよくいいな。ねじゃ円滑に回るのいいよ。ちなみに10。おお、じゃあ1ヶ月俺が我慢しましょう。壊れるたんびに買うよ。壊れるたんびにはあれ買うよ。さらにそう消耗品なんで。ね、3ヶ月に使う。バカよバカ。ランナー主任に戻りました。今が全席。いや主任か。いや戻りましたね。とりあえずはいや俺勤怠悪くて支配人になれてない。ガチ勢は人外なんですよ。人外はバランスが崩れます。正直見る以外はもうずっと昔からずっとやり続けてるんで、人生で一番ですね。しんどかったです、はい。いかなる時も正義を貫き通すジャスティス太郎、ジャスティス太郎。